日本香川県佐き市、市戸市戸は香川県佐き市の大技。世帯数は5114世帯、人口は12258人3月31日、現在。郵便番号は769-2101。市の北西に位置している。北部は、市戸寺のある門前町で、国道11号や四国旅客鉄道高徳線が東西を通り、 佐抜市役所や佐抜警察署、小中学校などの公的機関が集中するなど、市内の指導地区の中心市街を形成している。南部及び東、生端は雲負山のある丘陵地帯となっており、稲作のほかに、ぶどういちごきゅうりなどの施設園芸が行われている。高松市のベッドタウンとしての性質を持ち、その丘陵地帯に大規模な宅地開発が行われ、 いくつかのニュータウンが存在している。東で、鴨省、鴨部、松、南でゾ田これ広作りズタミヤ西、昭和、西で、北郡三木町大技、井上、高松市群れ町原と、それぞれ接する。北は、瀬戸内海の指導案に面しており、湾内の海苔とか木の養殖が行われている。1972年以降、複数の会社が立地しており、 湾東部には1977年にできた広大な埋め立て造成地が広がっており、そこに南海プライウッドやただのなどの工場が立地している。高速自動車国道である高松自動車道が通るがインターチェンジはない。隣接する市内松に市戸インターチェンジが設立されている。香川県立市道高等学校市戸郵便局。ありがとうございます。